8月は2人で熱い試合して、
盛り上げましょう。よろしくお願いします。ではありがとうございました。ぜひ8月の松井選手の試合に期待していただきたいと思います。メンションクラッシュを、そして急遽エキビションマッチの相手を務めていただきました全クラッシュアンダー55キロ級チャンピオンとなります滝谷翔太選手です。滝谷選手はベルトを返上しまして次回クラッシュイグリッション7月13日大会ですね、ここ新宿フェス大会での試合が決定しております。それではマイクを私に返しますので、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。松井選手ありがとうございました。僕もあのパンチがめちゃめちゃ効きました。あのびっくりしましたね。14オンスなんでちょっと安心してたんですけど、あの全然ダメでした。でエキシビジョンマッチということで、あのこれぐらいちょっとやっていいのかも分からず、あのちょっと見ててもつまらなかったかもしれないですけど、すいませんでした。今度、自分は、先週より、東京に拠点を移して、芸術系生活所属として新たに、格闘技を今やっています。そこでベルトも返上して、本当にまた一からのスタートということで、このまま勝ち続けていって、初代チャンピオンだった滝谷翔太が、2代目のチャンピオンも取れるというのが僕の中での本当に理想です。和義選手とか匠選手とか今勢いある選手がすごいたくさんいるので、僕はそれを倒して、2代目のベルトも僕が取りたいと思います。よろしくお願いします。1ヶ月後のここのリングで僕も試合しますので、その時は試合ということで、今回のような、踏ん抜けた気持ちでやらず、もう相手をぶっ倒すつもりで、もう別人のような滝谷翔太をお見せできるように、今回一から練習して頑張ります。よろしくお願いします。来月も応援よろしくお願いします。ありがとうございました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 。それでは両選手に今一度大きな拍手を。